お疲れ様です。9月25日水曜日朝6時の相場解説になります。今日はね、ついに下落が始まっていくんじゃないかなというふうに思っているところなんですけども、まだ何とも言えないですね。月曜日火曜日日火は下落というよりも、まあ、レンジを 思わせるような様相で少しずつ上に上がっていって、144円もマークしてしまいましたんでね。144円の400とかね、500付近まで来ちゃったんで、いやー、これね、今週下落しねーなーと思ったんですけども、週の真ん中水曜日、ここから水木金と下落が進んでいただければ、もう私としてもね、あのー、同じなんですけども、どうでしょうかね。今日下落しなければ、もう、今週は、 私の習慣トレードはちょっと負け目っていうことになると思いますけどもね。それからちょっとここら辺で考え方も修正しなくてはいけないってことになります。まだ下落のタイミングは来ると思いますので今日は下落が起きるんじゃないかなってことをね、ちょっと念頭に解説しようと思います。はい。まずはデイリーなんですけども、下落のトレンドっていうのはね、一貫してますよね。で、その中で移動平均線の赤いところにぶつかって突き抜けようとしたんだけども、大きく上引きを出して陰線が続いてますよと。 月火、水と瞬間的にはね、144円の400あたりも行ったんですけども、結局、月曜日、火曜日、水曜日と陰線揃いでしょ。だからこういうのを見ても、下落なんだろうなというふうには思います、はい。で、次、4時間の方を見ていきますね。そうは言っても、日本時間でなかなかセルで取るチャンスがないのは、この4時間ですよ。だってね、4時間のチャンネルラインって <laughs>、 セカンダリートレンドが未だに続いてて上昇してるんですよね。ただし、ただしですよ、ここで天井が見えてきたんじゃないかなというふうに感じるところがあります。144円の507あたりでもう伸び悩んでセカンダリートレンドがここで失速したんじゃないかなというところですね。昨日は、おとといと、こうね、引き続いて、このレンジを2つに分けて考えてみました。上のレンジと下のレンジですよね。これは後ほどお話しますけども、まあ、こういうふうな4時間軸になって、セカンダリートレンドね、大きくは、 下落なんだけども、その中で上昇の瞬間代わりを月曜日、火曜日、そして今に至るまでちょっと上昇だよってとこです。そういった意味でねじれてるわけですよね。でもこのセカンダリートレンドも今日で終わると思います。で、今日で終われば私の今週の読みはまあ勝ちになるわけですけども、さあどうですかね。今日午前中セルで勝負できなければ、もうちょっと今週の目はないかなと。 うん、確かに先週よりは難易度は下がったんですけども今週も9月をくくってみると難易度2番目に難しい週であることは拭えないですからねちょっとこの辺に読み違いが出てくるのもまあ仕方がないっちゃも仕方がないのかなと思いますさあ4時間はそんな感じで何とも解説しにくいセカンダリートレンドの流れになってます1時間はどうでしょうか1時間が問題です1時間はずっと 上昇を描いてきたんですけども、どうですか昨日。ついに、行動の限界点を迎えたような気はしますね。こうやってレンジでくくって、まあ、ダブルトップまではいかないんですけどもね。でも、天井を何回も叩いた形にはなっています。ですんで、これ以上はもう上がっていかないんだろうなと思いますよね。かといって、急速に下落が始まるかどうかわからなかったんで、前回の放送では、えー、前回っていうのは3時間ほど前の放送ではね、レンジを上のレンジと、 下のレンジに分けて、下のレンジが跳ね返らずに突き抜けるようだったらセルで入るよってことを申し上げて、まあすでに下の方に突き抜けてますよね。ただ気にしないといけないのは、この陰線ね。だんだん実体が短くなっているところが気になるところなんですよ。ただ、下の方向にもうすぐブレイクしますんで、ね、もうブレイク同然ですよね。だから今、形成中の陰線が確定した後で、これはエントリーの決断が できる人はできると思います、はい、私もねそん時にしようかと思いますねまあそんな形で下落の始まりがついに今日の午前中数時間後に起きるんじゃないかなもしくはもう今すでに起きてるんじゃないかなって判断になってますあとはねそれぞれのレベルとか資金力に合わせたエントリーのタイミングになってきますとりあえず倍でエントリーするって選択は今回はありませんのでセルをどこでするかってことになると思います 早い方は今この瞬間にしてもいいと思いますしね。このげ先を抜けた段階でする方もいると思います。少なくとも今形成中の陰線ができた段階でどうするかの決断ということになるでしょうね。それでは今日セルのマーケットがもしできればね、オンの字になるかなと思いましたけども今日夜アメリカで材料が出ますんでね、また明日は明日でご破産になると思いますので今日中にセルで利益が取れなければちょっと今週の利益はちょっと難しいなということになります。 そこも頭に入れながらトレードしていきましょう。それでは。